どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベチです。今回は地球の外殻で未知の構造を発見というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。オーストラリア国立大学の研究チームは地球内部の外殻に未知の構造を発見したと2024年9月に研究成果を公表しました。本動画ではまず地球の内部構造についておさらいし、その後新発見の内容を解説していきたいと思います。地球の内部構造。地球の内部では異なる物質や状態からなる球状の層が幾重にも重なった構造となっています。地表から近い順に数十キロメートルの深さまでは地殻が存在しています。そして地殻の下から地表から2900キロメートルの深さまでは固体の岩石からなるマントルと呼ばれる層が、さらに地表から深さ 2900km から 5100km の地点までは液体の鉄が主成分である外殻と呼ばれる層が存在します。内殻における環境は想像を絶するものであり、温度は5000度程度と太陽の表面に匹敵し、さらに圧力は地表の364万倍もあると推定されています。地球内部の情報を得る方法。人類は地球全体から見ればほんの薄い表層に過ぎない地殻の半分すら掘り進めたことがありません。そのためこれらの地球の内部の構造を直接観測したわけではありません。その代わり人類は地球内部の構造を知るために地震波を用いています。地表付近の様々な場所で発生した地震波が地球の内部に伝わり、再び地表で観測されるまでの時間を計測することで地表からの震度ごとの地震波の伝わり方がわかります。表示中の画像では地表からの震度ごとの地震波の進む速度を示しています。震度ごとに物質の構成や密度が異なるので地震波の進む速度も異なっています。このグラフの横軸は地震波の伝達速度、そして縦軸は地表からの震度を表しています。また地震波には縦波の P 波と横波の S 波がありますが、 P 波が黒、 S 波が灰色の線で示されています。よく見ると特に震度2900km 地点や 5100km 地点など地震波の伝達速度が急速に変化する場所がいくつか存在しています。これは構成する物質や状態が急激に変化する場所、つまり戦術の層の境目であることを示しています。このような情報から戦術した地球内部構造と範囲が理解できます。また S 波は固体にのみ伝わりますが、外殻は S 波が伝わっていないため液体であると見られています。ドーナツ型の新構造を発見。オーストラリア国立大学の研究チームは地球内部の外殻に未知の構造を発見したと2024年9月に研究成果を公表しました。従来の地震波の分析では地震発生後の1時間程度で世界中を伝わる初期の振動を分析していました。一方で今回の研究ではそのような主要な振動が終わった後に観測される高打波という振動を多数分析しました。このような分析の結果、地球の極付近よりも赤道付近の地震波の方が進みが遅いことを確認しました。さらに詳細を調べていくと、外殻の中でも赤道に沿ったドーナツ状の領域に地震波の進みが遅い領域以下新構造が存在していることを確認したのです。新構造の特性。新構造は外殻の一部ですが、外殻の中でもマントル側の浅い領域に存在しており、マントルと外殻の境界から深さ数百キロメートルにまで続いている可能性があります。
新構造は軽い元素の比率が相対的に高い領域である可能性が高いと考えられています。軽元素の比率が相対的に高ければ地震波の進みが遅いという観測事実と形成プロセスもうまく説明ができます。外核は非常に高温ですが、その中でも温度差があり、内核に近い深い部分ほど熱く、マントルに近い浅い部分ほど相対的に冷たくなります。この温度差が外核内の対流を生んでいます。軽元素は地球の自転の影響を受けつつ浮力で浮くため、外核内でも赤道に沿ったマントル側のドーナツ状に堆積していきます。さらに新構造は地球の磁場とも関連がありそうです。地球上の生命にとって宇宙からやってくる太陽風や有害な放射線から身を守るために地球の磁場は欠かせない存在です。そんな磁場は外核の対流によって生じており、新構造が磁場の形成に関わっている可能性もあります。これを理解することが磁場の理解につながるのかもしれません。地球内部の最内核、また同じメンバーも携わっている研究チームは2023年2月21日地球最深部に眠る未知の核である最内核、インナーモーストインナーコアを新たな手法で確認し、その詳細な分析を行うことに成功したと発表しています。実は最内核自体は今から20年以上も前からその存在が示唆されていました。ですが他の多くの層に覆われていることや地震観測器が少なかったことなどから、当初はデータが足りず詳細が分かっていませんでした。最新の研究では図のように巨大地震の P 波が地表付近で繰り返し反射し、地球の中心部を5回も通過する様子を検出することに成功しました。このような反射波は非常に微弱であるため調べるのは困難であり、これまでの地震波の観測史上、地球中心部の通過回数は最大でも2回までしか報告されていないようです。近年では地震観測器の数が増え、それらのデータを組み合わせることで今回のように反射波の信号を見出すことが可能になっています。図のように最新の研究で活用された地震波は何度も繰り返し最内核を通過した地震波なので、この地震波を分析することで最内核の情報がこれまで以上に詳細に得られました。最内核の特徴、最新の分析によると最内核の半径は約 650km と推定されています。そして最内核は内核の他の部分、以下最内核の外核と同様、固体の鉄が主成分であるとされています。ただし最内核を伝わる P 波は特定の方向に伝わるときに限って遅くなっていることが分かりました。地震波の伝達速度の違法性は最内核の外核でも見られますが、最内核ではそれとは異なる方向で伝達速度の違法性が見られました。このことから最内核では最内核の外核とは異なる配列で固体の鉄の結晶構造が分布している可能性が示されています。同じ物質でも結晶構造の配列が異なると方向ごとの地震波の伝達速度が異なる場合があります。地球の内部は宇宙よりも身近でありながらまだまだ理解されていないことが多く、定期的に新事実が明らかになり話題となる領域です。今後もこのような話題があればぜひとも動画にしていきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙分野、地球分野の動画を投稿していくので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベチでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。